はい、どうも柳田です。今回の動画はですね、売上の公開となります。よろしくお願いします。毎月ですね、この売上の公開はですね、まあ、定期的にやっておりまして、今日はですね、2020年の9月の2日なので、8月分のですね、売上の公開というふうになります。僕はですね、中古品の転売をもう10年ほどずっとやってきておりまして、まあ、このような感じでですね、商品を大量に仕入れてきて、ヤフオクとかメルカリとかアマゾンで転売をしているような感じになってます。たまにですね、これご自宅ですかって聞かれることがあるんですけれども、自宅ではありません。一応ですね、店舗とか事務所がね、今複数あるので、そちらの方に保管して転売をですね、うちのスタッフがやってるような感じになっております。今日はね、この店舗事務所の方で撮影をしているので、このようなね、大変な状態になってるんですけれども、ちなみにほとんどですね、この中身は CD とか DVD になっています。僕はね、 CD、DVD の転売が割と得意な方なんですね。はい、で、まあ、そのような感じですね。で、このね、商品の仕入れとか転売をどのようにしてるかっていうと、古物市場を使ってですね、まあ、ブランドオークションを使って商品を競りで仕入れてきて転売してるような形になってますね。で、このやり方についてはですね、このチャンネル内のですね、他の動画でたくさん解説してるものがありますので、興味がある方はね、ぜひチャンネル登録をして他の動画も見てみてください。合わせてですね、まあ、同じようなやり方を使ってね、転売してみたいよとか稼いでみたいよっていう方はですね、この動画の詳細欄にですね、ノートというサイトの、リンクをですね、貼っております。で、そちらの方でね、古物市場攻略法というものを販売させていただいておりますので、まあ、よかったらですね、そちらもチェックしてみておいてください。現在1000部以上、売れております。ありがたいことに、ありがとうございます。ということで、まあ、一応本題に入っていきたいと思うんですけれども、売上の公開ですね、まずは合わせてメルカリの方のですね、評価がですね、どういう感じになっているかというのを、お伝えしていきたいと思うんですが、現在ですね、6663評価になっております。出品数が7015、フォロワー数が798名、フォロー中が8名というような感じになっているんですが、僕がこの YouTube でですね、動画をね、アップし始めてからフォロワー数がですね、圧倒的に増え始めたっていうことで、僕のですね、メルカリのですね、アカウントもバレバレなんですけども、ご存知の方フォローありがとうございます。そしてよかったらいたずらしないようにお願いします。本当ね、たまにですね、ご購入いただいてメッセージ僕にね、いただくことがあるんですけども、ほとんどね、僕はチェックしてないんですよ。なんでスタッフさんがね、返すようなことになったりとか、あと、まあ、メルカリ上でね、この YouTube のね、その外部誘導みたいなことになってしまう可能性があるので、メルカリ経由でですね、メッセージいただいてもですね、あんまり返すことができなくて恐縮なんですけれども、直接のですね、メッセージはお控えいただければ助かります。できればですね、Twitter の方の DM をですね、開いてますので、直接なんか疑問とか悩みとか相談とかね、ありましたらそちらの方から送ってください。はい、基本的には全部見て返すようにしてますので、よろしくお願いします。ということで、メルカリの評価はですね、6663になったと。で、まあ、過去にですね、消されたものを合わせるともう1万件以上の取引数がありますので、まあ、それなりにね、参考になるような情報を発信してます。興味がある方は見てください。で、売上の方なんですけれども、8月はですね、非常に少なくて、本当申し訳ないんですけれども、151,055円でした。これなんでかっていうとですね、メルカリを担当しているスタッフの子がいるんですが、ほぼほぼ夏休みというような感じで、ほぼほぼ夏休みと、出勤してないよというような感じだったので、非常に少なくなったというような感じですね。で、まあ、ピークの時だと、メルカリのね、この売上ベースでいうと100万以上のね、売上があったりしたんですけれども、残念ながらですね、2020年8月の時点では151,055円しかなかったというような感じになっております。はい、合わせてですね、売上この履歴の方でね、振込申請しましたので、確認しておいてください。またですね、ゼロからのスタートというような感じになってます。9月はですね、まあ、もうちょっと頑張らないとまずいなというような感じですね。はい、で、合わせて、ラクマの方なんですけれども、ラクマの方がですね、まあ、ほとんど変わっていません。毎回ですね、まあ、毎回毎月、売上が大してないので、このままね、プールしておきますというような感じで、放置しておいたんですけれども、47,345円。これ2、3ヶ月分の売上ですね。まあ、ほとんど使っていないような感じになってるんですが、今月、まあ、8月はですね、メルカリ本売上が少なかったので、この47,345円は振り込み申請しちゃおうと思います。はい、このような感じでですね、まあ、2020年8月30日に、全額47,135円、振込申請かけましたので、これも確認しておいてください。またですね、ゼロから売上を作っていこうと思います。ただ、ラクマはね、ほとんど使っていないので、まあ、しばらくはね、半年ぐらいかけて、まあ、5万とか10万になるかなっていうような、そんな印象ですね。はい。で、次、ヤフオクの方ですね。ヤフオクの方がですね、71,156円になりました。
まあ、8月はまあまあ売ったかなというような感じで71万4156円、ヤフオクはですねもう10年前からずっと使ってきているので、まあ、累計取引数でいうともう10万件以上の実績はあると思います。まあ別に、取引数がどうこうっていうのはどうでもいいかなと思うんですけども、まあ、それぐらいのですねやり取りは過去にしてきてるんですが、8月は71万4156円でした。なのでこちらもですね振込申請をかけて71万4156円、これ全部振込しました。はい、これも確認しておいてください。またねゼロからの振り込み、あのゼロからの売り上げを作っていくような感じになっていきますね。うん、9月も頑張ります。はい、次アマゾンですね。アマゾンの方の売り上げがですねまあこれね自動的にですね振り込み申請、まあ、入金がねされてくるのでだいたい2週間区切りなんですね、アマゾンの場合は。なのでこの一番上の欄の売り上げはちょっと一旦無視してもらって、この下のね下の2つですね、13万2690円と11万148円、これがですね、まあ、大体の8月の売り上げだったかなというような感じですね。まあ、非常に少ないですね。トータルしても24、5万ぐらいしかないというような感じで、 Amazon はですねアカウントもう1個あるんですけれども、もう1個の方のね見たらですね3万ぐらいしかありませんでした。はい、なので、この、ね、3万円のね、まあ、もうめんどくさいんで出さないんですけれども、まあ合わせても、26、7万ぐらいしかなかったというようなそんな感じですね。僕はですね正直言って、CD、DVD の転売が得意と言いつつ、実はねアマゾンはねあんまりね好きじゃないんですよ。であんまりアマゾン使ってないんですね。なので、減少傾向にあるというような感じですね。まあ、ピークの時はアマゾンの方も、100万前後ぐらいの売り上げはあったかなと思うんですけれども、現在ですね力を入れていないため、23、4万、まあ、20合わせて2つ合わせて27、8万ぐらいのものになっているというようなそんなイメージですね。はい、ということで、ですね、現在のメルカリ、楽天、ヤフオク、アマゾンの売上をですね、公開させていただいたんですけれども、実はですねこれ以外にうちのですね売上としては、いくつかありまして、まずですね B2B の売上ですね、これはですねちょっとね相手の業者さんのことがあるし、この、ね、転売の手法の部分にも関わってくるのであんまり公開できなくて恐縮なんですけれども、売上ベースで言って36万2458円ありました。はい、36万2458円。そしてですねあと、Twitter とかですね Instagram でも公開したんですけれども、カルティエの腕時計を買い取ってまして、そちらをですね、転売しました。でこれはねたまに僕の YouTube に出てくださる、まあ、タニコってやつがですね、いるんですけれども、タニコの会社にですね買い取ってもらって、30万円でした。はい、おそらくですね、まあ、実際古物市場でねやり取りしてたりするので、そのね様子をね見てる人もいるかないたかなとは思うんですけれども、30万円の買取、まあ、30万円の売り上げですね。まあ、利益はそんなないです。やっぱりねいいものいいブランドはね高く買い取らないと買うことができないんで、買い取りすることができないんで、まあ、利益はそんなにないと、言っても数万円程度の利益しかないというような感じになってますね。で、他にですね貴金属ですね。貴金属も、先月買い取りがあって、こちらもですねインスタグラムとかツイッターの方でいろいろ公開はしてるんですけれども、そちらの方がねこれ、まあ、業者買い取りに出してるんですが、まあ、こんな感じです。はい、業者の買取の方に出していまして、25万8477円ありました。で、このね、貴金属の買取の仕方とか、まあ、どのようにやるかっていうことは、ノートの方にもですね、記載してあるので、興味がある方は見ていただきたいんですけれども、あとですね、購入、もうすでにね、ノートをね、買ってくださってる方、古物市場攻略法を買ってくださってる方は、後半の方にですね、貴金属の買取についての文章があるので、まあ、一応確認しておいてください。まあ、基本的にはそのやり方の通り僕はやってるっていうような感じですね。この、買い取った後の売り先なんか、も記載してますので、まあ、興味がある方はね見てみてください。で、25万8470円の売り上げがあったっていうことと合わせてですね、このね業者の買取に出さないで古物市場で販売した分もあるんですね。で、石の価値が高いなとかね、地金プラス、石、まあ、本当はね基本的には地金の重さで金は測るんだけども、ものによってはですねこのくっついてる石の価値が高いよっていう場合にはですね、そのまま製品として売ってしまった方が高くなるというようなことがあるので、これはですね古物市場でブランドオークションで販売しました。で、そちらの方の売り上げがだいたい6万円ぐらいでしたね。はい、これがですね、8月、2020年8月の転売、まあ、物販関係の売り上げですね。なので、トータルするとだいたい216万円分ぐらいの売り上げがあったというような形です。で、あくまで売り上げベースなので、ここにはですね、原価があったり、まあ、その他もろもろ経費がかかっているので、その丸々がね、利益というわけではありません。あくまで売り上げベースで216万円だったというふうに考えてください。はい。で、これがね、転売の
物販系の売り上げなんですけれども、僕はですね、その他にもこうやって YouTube で発信して、広告の、ね、収益をいただいていたり、先ほど申し上げた通りですね、ノートというサイトで古物市場攻略法というものを、ね、販売させていたり、他の、ね、記事もあったりするんですけれども、そちらを販売させていただいたりしているので、そちらの方のですね、売り上げも今回は合わせて公開していこうと思います。はい。で、まず YouTube の方なんですけれども、YouTube の方の、ね、収益はですね、厳密な金額を言うと、なんか YouTube の、ね、運営に怒られるっていうことを聞いてますので、具体的には言えないんですけれども、だいたい10万円前後。10万円前後の収益でした。これはね、経費はもうかかっていないので、まるまる10万円がまあ僕の収益というような形になっております。で、 YouTube の方は10万円だったというような感じですね。で、ノートの方ですね、古物市場攻略法とか、まあ、メルカリ攻略法とか、ノート攻略法とか、あとブランド品の鑑定方法みたいな記事を、販売させていただいているんですけれども、ノートの方の売り上げがですね、82万7180円でした。はい。たくさんご購入いただきありがとうございます。なのでトータルするとですね、こっちの情報発信の関係の方で、927,180円、だいたいそれぐらいの金額があったということですね。で、まあ、ノートの方はですね、基本的にはもうほとんどコストはかかっていないんですけれども、ノートのプラットフォームからですね、だいたい 15% 前後のですね、手数料が引かれてしまいますので、まあ、入金ベースで言うと827,180円の売り上げがあっても、まあ、入金ベースで言うと70万円分ぐらいしかないというような感じになってますね。はい。ただしですね、非常にあの利益率が高いので、まあ、物販はですね216万円の売り上げがあってもですね、大半は経費で消えていくわけなんですが、ノート YouTube はですね、非常にね、あの効率がいいと、利益率が高いので、もうほぼほぼ、まあ、ほぼほぼ丸々がですね利益として残るというような形になってます。まあ、このような感じでですね、僕はまあもう10年もですね中古品の転売をやってきているので、まあね、そろそろいいかなということで情報発信の方にシフトしていって、まあ、こちらの方にね力を入れてるような感じになってますね。はい。で、まあ、ノートの方はね、本当にたくさんの方に買っていただいておりまして、まあ、ノートの中に入ってます、LINE のオープンチャットと、ね、いう機能があるんですけども、まあ、購入者が、ね、全員、ね、LINE でつながれるような仕組みになってるんですが、現在、ね、その参加者も840名を超えていまして、本当に、ね、生きた情報が、ね、たくさんこう飛び交っていていい感じだなというふうになってます。で、合わせてちゃんとですね、あのこの古物市場を使って転売を、ね、始めた方、結構、ね、本当に利益が出始めてますし、もうね、この間あの古物市場でお会いしたりとか、したり、ね、するんですけれども、あとたまに声をかけていただいたりもするんですけれども、いや、もう話聞いてる限り、いや、もうプロですよねみたいな、もうそこまで行っちゃったらもうプロの古物商ですよねっていうようなレベルの方がもう何人もいらっしゃって、まあね、良かったなというふうに思ってますね。で、本当ね、まあ、この間言った通りですね、まあ、何十万、何百万ね、月稼いでもらって、いずれはですね、1億円を超えるプレイヤーがね、出ることを願っております。まあ、僕の YouTube をきっかけに知って、で、年商でね、何千万になりましたとかね、1億円超えましたっていう人が、まあ、たくさん出てくれれば、まあ、嬉しいなっていうことを思っていますので、まあ、興味がある方はね、ぜひよかったらチャンネル登録して、他の動画も参考にしてみてください。はい、ということで、まあ、今回は以上とさせていただきます。このね、売上をね、公開するということによって、まあ、僕のですね、この動画で説明している内容のその信憑性がね、高まるんじゃないかなっていうふうに思ってますので、まあ、売上がね、ある時もない時も、多い時も少ない時も、毎月毎月ですね、こうやってね、公開していこうというふうには思ってますので、まあ、よかったらね、興味がある方は一応気にしてみておいてください。はい、ということで、このチャンネルではですね、中古品の転売に関する情報を発信しております。まあ、メルカリ、アマゾン、ヤフオクのこととか、まあ、基本的には古物市場、ブランドオークションを使った仕入れの転売の手法ですね。こういったことについて情報を発信していますので、興味がある方はね、ぜひ、他のね、動画も見てください。ということで、今回はありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。次回もまたお願いします。じゃあね、バイバイ。